確かこっちだったような気もするけどえー、っとガバガバー後ろ通りますガバガバーえこれどこにあったっけって言いますねいちいち覚えてないっていう人間図書室図書室ってどこやったっけ <laughs> <laughs> なんかさ、場所覚える苦手なんよな本の置物のところ本の置物のところってどこだったっけここどちらかあ、地図持って来ればよかったのに俺場所とか 置きい物ってどこで手に入ったっけ <laughs> そんな感じやもんこれ俺の記憶力なんて、そんな感じやもん。も,もはや。あ、かんない分かんないあこ,っち、ま、だここんないわかんいかないかないわかんないわんないわかんないかんいわんないわかい

い <laughs> けたわなんだスイッチガシャリンコオープン開かずの扉またここな驚きを置てくるしもう慣れたもうあセーブここでセーブさせてくれるんだやったやったけどなんでここでセーブなえただセーブのためだけにここに来たみたいな感じになってるやんこの絵どうしてこんなに厳重にあこれを守るためのにこういうスイッチがあったんじゃ これにえスイッチついてるあららあーやったー2個目あそこ開くのじゃあセーブねよっしゃ行くぜまたここくるくり抜けていかなあかんのかこいつらもうこいつらとそろそろおさらばしたいのに GO!OK あやばいどこお相手

こいつおるしうわうん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 もういいやんお前らお前らに関してはもういいやんって感じじけないんでは引きずってちょうい無理でしょフフフいやーやったーやってない焼いたり放題じゃんこいつら なんか新しいやつが増えてきたような音してるよ。なんかこっち来ちゃったよ。大丈夫なん,これ <laughs> 大丈夫なんじゃなんかこんなダンボール、たかがこんなダンボールで押さえ込まれとるよ、こいつ。やばい、近づいてきてる気が。ひゃーんきたあーあー、鍵開いたん危ないな危ないな やめて、その構図はダメなやつだと思うんです。大丈夫なはずって、その構図はダメなやつだと思うんです。大丈夫な大丈夫だなこれ。<laughs> よっしゃ。とりあえずこれあげよう。これ入れよう。えー、っと、破片をはめ込んだ2個目です。開いたのかこれ。開いたのかちょっと動いた。ちょっと動いた。で、こっちが開いた。セーブ。 よっしゃ、セーブできて安心。へいへい、こっちおいでー、こっちおいでー、ここまで来てみろ、へいへいへい。へいへいへい、ここまでおいで、ボーロ雑巾。ここまでおいで、ボーロ雑巾。<laughs> 研究員の出勤。えー、っと、すでに発症した少女が運び込まれたときは、どうなるかと思ったが、 ついに先生の実験は成功したいやこれがもしかして小さい頃のお姉ちゃんかあの少女とウイルスを利用すれば莫大な富が手に入るうまくいけば自在に力をコントロールできる生物兵器として軍に売り込むことだって可能だろう,うわ死の商人だよ追記少女を利用してさらなる研究を進められると思ったが石井先生はそれをく強く反対した まさか金と手柄を人締めする気か石井先生は優しい人と見だいの保管あ時計の針愛子が時計に触れないように時計の針をここに保管しておく持ち出し現金持ち出しまーすそんな持ち出し現金って言うてさ持ち出さんやつおるかって話なんやけど ある研究員の残悔大学で学んだ知識を活かせるというから聞いてみたがこの施設は狂っている石井先生の研究に対する姿勢のはある種の変質だでいいかな恐ろしい人体実験までして一体何を作ろうと突き出そうとしたんだ何度も諦めやめようと思ったが愛する家族の顔が脳をよぎりできなかったきっとこの先も許してくれ なるほど研究員の中にもこれはよくないと思っとる人もおったらしい多分そういう人を排除されたんだろうなえー、っとねあらん何か来たある少女の日記直道にある時計に触ろうとしたらお父さんに叱られた 何でもとっても成功だからむやみに触ったら壊れちゃうんだって私はただあの綺麗な宝石を触ってみたかっただけなのにお父さんなんて嫌いだゴキブリの次くらいに嫌いだ今日はお父さんと庭で遊んだお父さんは絵を描くのが好きなので私を描いてくれた楽しかったけどか え蚊が多くて腕を支えちゃった今度は虫が少ない季節にしようあとお父さんの絵は下手くそだったよくせ娘に見せられるなと思った、えー、と虫支えの跡がまだ治らない日に日に大きくなってる気がする描いても描いても通い朝起,きだ朝起きたら腕だけじゃなく 足にも腫れ物ができていたまだかゆい一度お父さんに見てもらおうそれよりも来週のサザエさんはサザエですえっ、ー、とですねまあいろいろとこんなことがあってですね <laughs> さて次回はカツオ干からびるカツオ小遣いカットカツオカツオバカやお父さんに見せたら変な声を出して すぐ地下の研究所に連れて行かれた注射を打たれたけどまだかよいのは治らない夜寝られない暑くてかよい顔が腫れて苦しい息できない苦しいかよいかよい助けてかよい馬あそうかそうかそうだったな。 えーっと、なんかこういう日記気が見つけていけん呼んだけど、えっと、次何しようと、あ、調子が手に入ったけん、これを単あの、あれにつけようって話だったな。とりあえずセーブしたいな。ついた。はめた。あ、時間合わせれるんだ四4桁で入力。 時計が重ななるタイミングって言うよだなでかつえこんな俺 IQ サップリ的な問題得意じゃないんだよなえ俺そういうの得意じゃないんやけど <laughs> 12時なあそうか12時重なるか <laughs> もう頭が働かないから <laughs> 考えろやめたのだ重なっちゃったよ <laughs> 重なっちゃったよ重なっちゃいましたよ <laughs> 赤い宝石を入手した入手してなんか不穏な音が聞こえましたもう慣れたこの不穏な音が聞こえるのはもう慣れましたおえ スタートするしたけど、お前こんなとこおるの <laughs> 驚きの連続よしえー、っとあの四がおったんで、確かこっちやったっけなよーしありがとうございますねコメントのおかげで俺はここまで盛り上がっていきたいえー、っとよしじゃあ赤い宝石をつけましょうここ先に石板最後の1個があると信じてまずこの目をにあここセーブポイントか よっした。結構セーフポイントがポンポン来てくれて俺は嬉しい。うん、なんか金庫出てきた。わかるか、ボケー。俺の誕生日入れてみようか。これで相手はなんで俺の誕生日知ってんのみたいな。んなわけやわなかった。<laughs> 金庫に関するメモ。大切な、えー、と石板が被害者やアイクルの手に渡らないよう特注の金庫にしまうことでした。 パスワードをどこかにメモするような変はしない。にせ、パスワードは金庫そのものにデカデカと書かれているんだから。一つ食えることがあるとすれば、発注先をあのデカい柱時計と同じ会社にしたことか。まさか、文字盤に同じ手法を使うなんて。えそもそもさ、<laughs> こんなんでさ、みんなこういう金庫とかパスワード系のさ、 物の近くにさこういうメモ置いとくんかなそのメモから辿ってきてプレイヤークリアしていくんでアホなんかなみんなこういうの置く人ってえーとねパスワード金庫そのものにテカテカデカデカデカと書かれているデカい柱どけと同じ会社にして文字盤に同じ手法ちょっと見てみるか あなるほどね。なるほどね。なるほどね。やけど、そうか、そうか。この黒い部分じゃなくて、白い部分を見ろみたいな感じのやつだろう。つまりこれ、一つ目、4じゃな。4、1、0の、最後のはちょっと分かりにくいな。5?5 や。違うんかい。あれえ <laughs> このなんか、9かなこれ4かと思ったら9かなあれそういうことかなと思ったんやけどな。要はなんかあの、この黒いの枠を、なんていうか、こう、こういうさ、黒で、 この一つの長方形を一つの形として、その白い部分だけを見たら、その数字に見えますみたいな、よくあるやつ。だからこれはこういう感じで5かなって。で、これ黒いわけん、その周りに線を、白い線を引いて0とか。じゃあこれはこういう、でこうきて、みたいな感じで思っとったけど、なんだ、ちゃうんかな 発想はそんな感じだと思うんだけどな、俺。ちょっともう一回ちょっと柱時計見てこい。おったな、そういや。<laughs> こいつおったな。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、あら、柱時計と同じ,同じような感じなんこれ。<laughs> もうもろ柱時計にもあるでこの数字 <laughs> 全く同じもんがな <laughs> それで置き換えて考えていけばよかったんかな9175なんえなんで 9175? あれ0じゃなかったんじゃ <laughs> 0っぽく見えたけどえゼ0じゃないゼ0じゃない ならだ,だったんじゃんこれ。わかりにくいな <laughs> ええ ?9175。ちゃう,うんかい。マ <laughs> いいや 置き換えていけばそれで分かるはずよあれーちゃんこれちゃうなあれーじゃないんこれえなんであかんで間違ってないと思うんだけどな4と9が分かりにくい本当だー紛らわっ 紛らわしい感じの形になってる。4っぽいな、そう言われたら。4っぽいな、これ。4だったわ。<laughs> 紛らわしいわ。<laughs> もうちょい分かりやすいようにしろよって感じじゃぐらい分かりにくいわ。<laughs> なんだこれ。<笑><笑>やったーでも3個目手に入った。なるほど。<laughs> 4と9か、すごい2トンやな <laughs>。私、そういうのダメなやつです。うー、なんか歩いてったわ。 よしこの石板を置きに行きたい人その石板を置くところがどこだったか合わせたんよな <laughs> 圧倒的地理感のなさわーんお前がおったかわい痛いそもそもどこにさ石板を置くところがあったか合わせたんやけどどうしよう,うわあ、そうかこいつから逃げなあかんのかどっちにしろ つまりこっちをそのまま右にああどういうルートで行くのやったっけあこっちだうわーいうわーいもういい,もういやもうやろうどん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 ,どんうわそっちが来る <laughs> 今ちょっとずるいちょっとずるいえこっちのルートであったの お光あーらー机ーそんなのこい机置くなーいやーまたここへっかえたし <laughs> もう確信犯的な感じで置,置いとるよこれ絶対扉開通せんかそんな探す暇ないわそんな探す暇ないわこんなすごいスピードをよくにきたんやななやっけここんやっけこれ なんか開いとるなも,も入れんのかいそろそろ入れんのかいえしかもぐっちゃぐちゃになってどこが通れるところか分からんしねあいだ通れたあいだ通れたー <laughs> 逃げ切ったわあダメどこかで逃げ どこまで逃げてもキりがないこうなったらエチカバチカはめ込んだあきました逃げ込んだ危ない行き場をなくした私は夢中で階段を駆け下りたこ宝先はお姉ちゃんがいる場所に繋がっているその希望を頼りそれに浮かび上がってきたいろいろな謎あのやこの役者は何なのかどうしてあんな化け物がいるのか そしてなぜお姉ちゃんはさらわれたのかその答えが全てこの先にあるそう信じて走った <laughs> でもなうわあ実験のなあお姉ちゃんうわあ行くか。 ここが、地下研究室。お姉ちゃん。来ましたよ。妹が来ましたよ。セーブポイント。研究員からの要望書。パスワードの変更。石井先生。一体どこからはわかりませんが、被験者たちに、研究室のパスワードが流出しているようです。あのナンバーは、娘さんの名字のことで。 非常に思い入れのある数字であることは理解しています。しかし、脱出のために施設中駆け回るのは疲れました。支給パスワードの変更、お願いいたします。リ、パスワードの変更について。あのパスワードを変えるわけにはいかない。私があの子を忘れないようにするためにも。パスワード変わってないんかい症状は読むのがすごいめんどくさい文です。読みません。 めんどくさそうなので読みません。なんかいろいろ出血とかあるんやな。で99%が死亡って先までな。そうか。奥にいるだろう。ホラゲーあるある。<laughs> ここは開かない。助けを求める手紙。助けてこれを見た人、誰か捕まったら殺される。みんな注射で死んだ。お願い。パパ、ママ、 一個にするからミトデッキうなんでこんなの見えるの過去の監視カメラの映像かあれこの人あれ冒頭の人冒頭におった人でこんな感じだったっけあれなんか違う気もするけどまあ、い,いやあこれ男ってあるけんさあの名前結局か言わずに死んだ人かな 抗ウイルス剤の投与から3日目。激しい嘔吐。皮膚は、皮膚には、なんか、傷がある。今回も失敗に終わるか。しかし、以前よりは効果が見られる。この調子で続ければ、いずれは、石井先生石井先生どうした新しい被験者が到着しました。今回は8歳の少女です。よし、わかった。すぐに確認に行く。では、今回の記録はここまで。 次回は明日被検隊が生きていればだが8歳の女の子これがもしかしたらお姉ちゃんのことかもしれないそれ以外は何もない真相に近づいてきてるなおお,お姉ちゃん